はいいかな。はい、それで112ページのですね、いわゆる頂上適用と言われる考え、ルールをですね、少し勉強してみたいと思います。でですね、これここの問題やるにはですね、ちょっともう遡って表件代理に105ページ見ていただきたいんです。つまり、代理権が発生してから代理権が消滅するまでの間に与えられた代理権の範囲で、法律行為、代理行為をすれば、これ有権代理ですね。ところが、代理権が発生する前に、この与えられるであろうというか、その行為をするということがあり得ると。でこの場合に、相手方の信頼を保護して、本人に対して責任追及できる、無権代理人じゃないですよ、本に対して責任追及できる類型が109条で、次110条、112条と、こういう分け方がされるというのは表件代理のところで学習しました。で今からやるのはですね、どういうルールかと言いますと、112ページの方に出てるのはここなんです。つまり代理権が与えられる前に、代理権授与されてないのに、この代理権の範囲を超えちゃったような、こういう場合です。それから、もう一つ、110条と112条の頂上適用に関しては、ここの部分ですね。これを今から学習いたします。つまり、109条という畳と110条という畳を重ねたところに、両方で適用するんだと、こういうルールでございます。はい、ということで、ケース47の方を見てみましょう。青年実業家の Y は X に対し、A が Y を代理して100万円以内の取引であれば行うことができる代理権を授与している旨の表示を行ったが、実際のところ Y は A の信用力を高めるために A に頼まれてそのように言ったに過ぎなかったと。で A は Y 代理人として X との間で120万円の商品納入に関する売買契約を締結したが、その後に姿をくらませてしまったと。X から Y に対する本件売買契約に基づく代理金支払い請求は任用されるかという問題です。で、これはお分かりだと思いますが、代理権を与えている旨の表示、100万円以内ならばという表示をしているわけですね。第三者に対して。で、実際にやったら120万円だということです。で、先ほどの、109条の話だったらどうなるかというと、これ、ここの問題ですね。これ109条の1項になるんですけど、今からやるのは109条と110条も重なってくるわけですね。と言いますと、これ実際に代理権与えてないから無権代理です。で、ルールとしては、109条の2項になるかな。ちょっと読んでみましょう。はい。はい、2項です。第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内において、その他人が第三者との間で行為をしたとすれば、前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間で代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為について、その他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為について責任を負うということで、具体的なケースとしては、この、第三者に、相手方に対してですね、100万円以内、こいつに100万円以内の代理権を与えているぞと、こう表示したわけです。でも実際にその代理権を与えていなかったと、こういう場合ですね。で、この場合に100万円以内の取引をしたとするのであれば、109条の1項です。これもすでに学習してます。ところが今回やってるのは、その代理権の範囲を超えているということでございます。なので、一方においては、第三者に対して代理権を与えた旨を表示したという部分については109条と一緒だけども、その表示した内容を超えて、取引をしているという意味では、110条の、ルールが、適用されるわけです。したがって、これ従来ですね、109条と110条の頂上適用ということで、判例法上認められてきたルールなんですけれども、2020年の4月1日に施行されました、債権法改正ですね、改正法の下では、これ109条の2項ということで、制定法の規定を置くに至ったわけです。